で、ちょっと、あてのタイプピケーターっていう具合で、今日、まあ、今日はこんな、目次を用意してきました。で、最初に、インテーションの中身というか、アルゴリズムの話をしても、何に使われてるのかっていうのが分かんないと、なんか意味が分かんないということで、このどういった研究で使われてるんですか、なんで大事なんですかってことが、もうちょっと結構、しっかりお話ししてから、その中身の話、シのタイプインテーション、インテーションと、あと、非常にインテーションについて、エンジニアとかオーガニケーションのこの部分を、ご説明していきたいなと思っております。で、まあ、スライドを出来上がってますので、で、ここのその3つというのが、これがこのミシガンステーションサーバーというのは非常に世界で使われているサービスなんですけれども、まあ、ここにジェノタイプインテーション、インチルインテーション、プロジェクトアプリケーション、タイプインテーションが並んでいて、このインテーションという話題の中に、すごく、というのは、つながっているということであります。で、まあ、例えば、インテーションは、どういった研究に使われているかというと、まあ、GWAS だったり、PRS と呼ばれる、こういった研究に非常によく、まあ、ヒットのステップを持ちます。で、まあ、こういった研究が非常に今、に行われているというのが、まあ、非常に重要な研究として、分野で研究ですので、まあ、こういったところにも強くですよ。で、実はこういった分野というのは、データベースファイナンスとかデータシェアリングとの関わりも非常に高い分野でもあるので、まあ、ちょっとこの GBAS、PRS というような話を、まあ、ちょっと興味を聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、まあ、社会性コアもありますけど、人の議論というのが23のであります。選手が来たので、まあ、生成者、生成者が決める。そういうものです。で、それを全部出すと、30億円きついというのが膨大な状況です。で、まあ、これは、社会性向上があるんですけど、まあ、どんどんシーケンスコストが下がって安くなっていて、まあ、今はアーコンより安くシーケンスができるという時代でありまして、で、まあ、重要なのはその30億円きついのうち、2人まで比べると、0.2%の場所が違って、で、その0.1%の延期配列の違いというのが、肌の色だったり、背の高さだったり、病気の回復っていうのは、まあ、そういった、遺伝的な多様性の源になっているということであります。で、僕自身がこの分野、まあ、僕が実の研究室にいたときに、こういったヒトゲノムの分野を勉強したいなと思ったきっかけが、このフランシス・コリンズ先生が書かれた、このザ・アンティテルゴラという本で、この先はご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、今読んでも非常に、まあ、その通りだなと思うと書かれているんですよ。僕に大事な出会いだったと思うんですけども、まあ、この中で、この真ん中の方をちょっとお見せしたいなと思うんですけども、これですね、僕自身が自分のゲームを調べて、まあ、糖尿病のリスクが高いということが分かったらしい、まあ、当時のモデルで分かったらしいということで、で、まあ、私の人として健康を保つための一般的な助言なら山のように数えられるけれども、自分で全部それを守ることは今してこないけども、こうして特定の病気のリスクが分かると、何に注意を向ければいいかが分かる。それで、私は個人トレーナーをつけて、食事運動のプログラムに励むという、これまで伸ばし伸ばしにしていた計画を実行に移すことにしたということで、まさにこれが、全員に画一的な、まあ、医療をする、あるいはヘルスケアをするということではなくて、まあ、その人のゲノムとか、その人の、まあ、遺伝というのが、相手に応じて、まあ、これで適した、その人の健康課題は、ゲノムスタイルメリット、こういうことを、まあ、お見せすると、こういうことでした。はい、という課題があって、で、その課題に対処するためにどうしたらいいか、ことでヘルスケアのプログラムを組んでいくという、そういうことを、2011年の時に書かれている。で、まあ、こういったところは、本当に、そういったで、まあ、でも、はい、と調べることで、医療やヘルスケアに役立つというようなことで、まあ、こういった研究をしてきてたのわけなんですけども、まあ、特に、脳卒中とか、がんみたいな、遺伝と病気の両方、遺伝と生活習慣、まあ、両方が共通しか、
で、まあ、コンプレックス DD というふうに言われたりしますけれども、というのは、100% が、まあ、遺伝で決まるわけでもないし、100% が生活習慣で決まるわけでもない。で、そういったじゃあ遺伝要因と生活習慣の要因が、まあ、どのぐらいのバランスで効いているのかということを調べる方法が昔から、双子研究で、調べられていて、で、まあ、当然その一卵性双生児は 100% ゲノムをシェアしていて、二卵性双生児は 50% ゲノムをシェアしているので、まあ、一卵性が、まあ、どういう結果になったかということが一卵性の一致率と二卵性の一致率を比べて、ここに差があったら、まあ、遺伝的な、影響では、遺伝的な影響が大きいよということが分かるわけです。でもこういったデータから数値を解いていくと、まあ、脳卒中の場合は3分の1が遺伝子が寄与していて、で3分の2がその他の病原が寄与しているということが、まあ、エスティメントされていると思います。でこういったような遺伝要因の大きさのことを、まあ、遺伝率というふうに言うんですけど、遺伝率は英語でデータビューも、これが各疾患でどのぐらいの大きさなのかっていう研究は非常に重要な研究の一つとして多くなエビデンスが出てきて、で、まあ、がんでいうと、例えば乳がんとか前立腺がん、卵巣がんというのは、まあ、高いエビデンスを示す一方で、まあ、大腸がん、肺がんはそこそこぐらいのエビデンスで、胃がんとかは、まあ、エビデンスが低いという、まあ、そういったデータが。でまあ、疾患によってその遺伝の寄与の方が違うんですけど、まあ、いずれにしても遺伝も生活習慣両方効いているよというところです。で、まあ、じゃあ、重要なのは、33% は遺伝の影響だというのが分かったと。じゃあ、だからそれが具体的にどの遺伝子のどのバリアントがその疾患のリスクに関連しているのかということを見つけたいというので、でまあ、それがまさにこの GS と呼ばれるアプローチによって、どんどん遺伝子とかバリアントを使うというところが、GS 研究のすごいところです。で、まあ、重要なのは、この遺伝子が疾患のリスクに関わっているんじゃないかっていうふうに仮説ベースでやるのではなくて、もう全ゲノム的にデータを取ってしまって、でそれで、もう片っ端から、一番先の状態から、X 染色体の端から端まで1個ずつバリアントと疾患と関連があるかということをひたすら検定を繰り返していくという、もう仮説繰りにやっていくということが重要です。そのためには、もう多重検定ポジティブいっぱいかけなきゃいけないので、もうとにかく多くの患者さんと、対象群というのを、めちゃくちゃ多くのサンプルを集めて、で、まあ、何千万バリアントも、まあ、何千万回も検定を繰り返していって、で、まあ、セッシュホールドが 5×1 の前が8乗というような P 割のセッシュホールドが、まあ、定型的に使われている。で、もうこの比べるサンプルの数も、まあ、最初は数万対数万ぐらいだったものが、まあ、もう今では数千万とかっていうような、サンプル、ゲノムデータを扱うことももう珍しくないという、すごいフィールドになってきたところです。でちょっと僕が関わった研究では、このネイチャーに出させてもらった2022年に発表されたギガストロークって、まあ、脳卒中の国際コンソーシアムで民族横断的な GWAS をしたよっていう研究があるんですけども、まあ、本当に各大陸からですね、集まったメンバーと一緒に、やってたというところです。まあ、こういった研究ですと、まあ、ゲノムの中に89の脳卒中と関連のあるバリアント、まあ、領域を見つけたよ。で、まあ、そのうち61個が正しかったよというようなことがあって、まあ、こういうふうに、まあ、どんどん GWAS研究をすると、どのバリアントが疾患と関連しているかということがどんどん分かってくるというところで。で、まあ、いいや、これは。で、次にその、ポリジェニックリスクスコアと言われる、ものが、まあ、この論文の中で僕が担当させていただいた場所になるんですけれども、まあ、これはその誰が集団中で脳卒中のリスクが高いんですかということを分かるようにするというような、まあ、そういった分モデリングです。で、まあ、シンプルな考え方で、まあ、そのリスクバリアントを多く持っていれば持っているほど、まあ、やっぱりリスクは高くなるでしょう。リスクバリアントの
数と、まあ、その個々のリスクバリアントの影響で重み付けしてあげて、で、まあ、リスクが高い人を見つけていこう。まあ、そういったような分析が、試みられていて、で、非常に注目を集めているところですね。まあ、このモデルを作るところは結構いろいろ、この研究では頑張ってやって、まあ、いろんな階層的なエスタスティックネットとかを使ってやったんですけど、まあ、結果を、先ご説明しますと、まあ、集団中に、いる平均的なリスクの方、と比べて、トップ1%の方っていうのが、まあ、2倍から3倍弱ぐらい、そのもうそっちのリスクが高くなるというような結果で、で、さらに1000人に1人、このスコアが高い人のトップ0.1%っていうのは、もう3倍から5倍リスクが高くなるよというような、まあ、そういったモデルを作ることができました。これヨーロッパの結果で、で、こっちが日本人の結果で、バイバックジャパンのデータを使わせていただいたんですけども、これも全然別のモデルを作らないと、日本人、イーストエージアンではいい予測はできないんですけれども、まあ、トップ1%で2倍ぐらいリスクが高くて、トップ0.1%だと、まあ、3倍を超えるぐらいの、そういったモデルを作ることができるし。で、まあ、こうしてくると、やっぱりこの3倍リスクが高いっていうのは非常に重要な情報だというふうに考えて、おりまして、そういった3倍リスクが高い人たちを集団の中から見つけてあげて、まあ、そういった方に対して、どういうふうに、まあ、遺伝、ゲノム情報は変えれないので、原則的には。まあ、ゲノム以外のところで、そのリスクをどうマネージしていくかということを考えていくと。まあ、そういったことが重要なんじゃ。まあ、そういったことはもう現実的にできつつある、できるよ。技術が注いつつあるのかなと思うところ。で、これは、あとちょっと別の研究で、今、オンゴイングでやらせていただいているんですけれども、まあ、脳卒中は、正直、その、ポリジェニックリスクスコアを作るのが結構難しい疾患の方で、もうちょっと、その、ガツンとリスク差が出る疾患もあって、で、まあ、その、うちの一つが前立腺がんで、今、この、前立腺がんのポリジェニックリスクスコアというのを、論文を、準備している。ところなんですけども、こっちの方は本当にものすごいリスク差が出るということで、まあ、もう40歳から、まあ、85歳までにその前立腺がんを発症する男性の割合というのを、このスコアで区切ったカテゴリーごとに計算していくと、まあ、一番リスクが低い群っていうのは2%しか前立腺が発生してない。下位20%、2%しかいかないんですけど、トップ2.5%はもう3分の1以上の方が前立腺がんを発症してしまう。で、まあ、この差がもう10倍を超えて、まあ、20倍弱ぐらいの差があっても、まあ、かなり、まあ、こういったことで、なんだろう、リスクが高いのか低いのかってことは、わかるんだという、まあ、そういった形で、昔その遺伝子検査、ゲノム検査でリスクを測るっていうのは、占いと変わんないよねっていうふうに言われた時代が、まあ5年ぐらい前まであるし、まあ今市場に出回ってる検査っていうのはもしかしたらまだそういったところ、側面もあるのかなと思いますけども、今こういったこの GRSPRS 界隈で作られているモデルというのは、かなりその予測、本当にリスクを予測できるようになってきているんだという。で、まあそれが本当に役立つ、医療とかヘルスケアに役立つと信じている人が増えてきていて、っていう。まあそういった局面になっているんだよということをお伝えしたかったところです。で、まあちょっとこれは後でも出てきますけども、PGS カタログっていうこういった、ポリジェニックリスクスコアのモデルを蓄積するデータベースが EBI で作られていて、で、まあそこに我々も、モデルを投稿して、まあみんなが、その、研究グループだけモデルを抱えるんじゃなくて、もう標準化された形で、世界中にモデルを公開することができる。で、そのモデルを別の研究で再現解析することができるという、まあ、そういったような感じでのエコシステムが構築されてきて、ではちょっとここはちょっと長かったですけど、イントロ的な感じで、まあ、ジェノタイプインプリケーションのが使われる GRSPRS 研究についての、まあ、お話をさせていただきました。で、まあ、ちょっとここからがちょっと本題といえば本題なんですけれども、ジェノタイプインプテーションと言って、まあ、ちょっとどこからご説明しようかなと思ったんですけども、まあ、
これが、その、インピテーションにおけるキーアイディアであると、思っております。で、パプロタイプという言葉は、ご説明しなくても大丈夫でしょう。ちょっと説明するに行ってしまうんですけども、パプロタイプのデータベースがあれば、一部のサイトの多型データからその多型周辺の多型データも推察可能である。というのがキーアイディアでして、これなん、まあ、言葉で言うと意味がわかんないと思うんですけども、ちょっと下に絵を用意してきました。とあるゲノム中かとある領域をピックアップして、ここには5個の多型サイトがあるとします。バリアント1からバリアント5と。で、ここは完全に連鎖不傾向の状態になっていて、だからもう2つのハプロタイプしかこの領域にはないと仮定します。この青のハプロタイプと緑のハプロタイプしか、存在しないという、そういうふうに考えると、もしこの状況がそうだったら、5個の多型サイトのうち1箇所だけデータを調べれば、あとの4箇所もわかりますよね、ということが、まず、根本のキーアイデアになります。なぜなら、ここが G か C かで、ここが C と分かれば、もうあとこの緑のハプロタイプだということが分かるので、おそらくここは A、G、C、C なのであろうということが分かる。ここが一番ベーシックなキーアイデアです。で、このキーアイデアに基づいて、こういったように研究が進められるようになりました。まずは、ホールゲノムシーケンスから、このハプロタイプデータベースというのを構築します。で、これはシーケンスすればできるようにということで、で、重要なのは、ここから、じゃあ、ハプロタイプデータベースができたら、どこを調べたら、効率よく、データを復元できるだろうかということが、考えられるようになります。で、それを、調べるサイトのことをタグスニックというふうに表現されることがあるんですけども、だから数千万バリアントの中からタグスニックを選んで数十万のタグスニックを選ぶというようなことで、で、数十万とか百何十万とかであれば、マイクロアレイの上に搭載することができるので、シーケンスしなくてもマイクロアレイを、で、ゲノムワイドなデータが取れると。ということで、価格差が今より、昔はさらに大きかったので、タグスニップを選んで、マイクロアレイでデータを取るっていう、こういったような研究の、枠組みが構築されていきました。で、マイクロアレイのデータは、なので、シーケンスと違って、やっぱ一部のタグスニップしか計測ができないわけなんですけども、このスニップアレイのデータと、ハプロタイプデータベースを比べてあげると、周辺のデータも復元することができ、推察することができて、この復元された、推察されたデータを使って GWAS や PRS 研究をしていこうというふうな、こういったようなフレームワークが、確立されてきています。で、このハプロタイプデータベースのことを、レファレンスパネルというふうに、我々は読んでいて、古くはハップマップデータで、公開データですと、1000ジノムスみたいなデータが非常にマイクロアレイを作る段階では活躍されましたし、トークメガバンクも最初、1000人の日本人をシーケンスして、で、マイクロアレイを作るというようなプロジェクトが、創設の初期に、行われたんですけども、それも日本人のハプロタイプデータベースを作って、マイクロアレイを作るというような、こういったフレームワークの中で動いております。これも同じことなんですけども、結局、じゃあ、インプテーションのステップっていうのは、アプロタイプデータベースとスニップアレイのデータを入力として、こっちはもう、すでに構築済みのもので、こっちが新しくデータが出たところで、このスニップアレイのデータから、周辺のデータを、予測して、埋め合わせたデータというのを作る。こういった工程のことをジノタイプ、インプテーションと呼びます。でももうちょっと、もうちょっとだけシンプリファイしなくなった複雑なイラストも用意しています。ここは2つあるのが、スタディサンプルでスニップアレイで新たに読んだデータで、染色体が数ペアあるので、2本あるという絵になっております。
で、こっちが先ほどのハプロタイプデータベースで、で、こういったデータがあったときに、まあ、上の方はこういう赤の、ここのブロックが採用されてるよっていうのを、この AAA という分析データから、まあ、わかって、で、まあ、下の方は、こういう緑と黄色のブロックが使われていると。まあ、こういうことが、まあ、わかると、この間の点の部分っていうのが、赤のハプロタイプから埋めてあげればいいよね。で、こっちは緑のハプロタイプと黄色のハプロタイプから埋めてあげればいいよねっていう。まあ、こういったような形で、まあ、類似のハプロタイプを探してきてあげて、で、まあ、そこから埋めていくという、まあ、そういったステップで動いていくことになります。まあ、ちょっとだけ、あれ？どっかこれ、アニメーション。ちょっとだけアルゴリズムの話をしようかなと思いますが、あんまりしないようにします。で、重要なのはハプロタイプデータベースを作ったときに、もう完全に連鎖の傾向でつながっているブロックというのが観察されます。で、これを、一つ、まあ、何塩基あろうが、もう、ブロックはブロックとしてギュッと圧縮してしまって、で、ブロックとブロックにこう、どんどんまず分割していく。で、このブロックというのが、隠れマルコフモデルの、まあ、一つのステートということになります。だから、この一つのステートっていうのはこのブロックで、で、この縦に並んでの同じ領域で違う配列が入っているブロックが、まあ、ここに並んでいるということです。で、先ほどの、ここにあったように、まあ、観察データを入れてあげて、どのパスを通る事故確率が高いのかというビテルビーパスを探してあげると、まあ、このハプロタイプの、まあ、ここからこっちに遷移したんだろうと、こうずっと遷移したんだろうという。まあ、この、まあ、HMM 上のパスを明らかにすることというのが、まあ、ハプロタイプをエスティメイトするということとイコールになっているという、まあ、そういった関係になります。うん。そうですね。まあ、さっきの説明でしたね。これはいいか。で、じゃあ、ジェノタイプインプテーションが、まあ、非常に強力というか、な理由というのは、スニップマイクロアレイっていうのは結構何種類も商品があって、イルミナとアフィメトリックスっていう、まあ、会社が違えばタグスニップが違ったりとか、イルミナでも、そのイルミナの中のマイクロアレイの商品ではいっぱいあって、その中でタグスニップが違ったりします。まあ、そうすると、先ほど申し上げたように、何百万とか何千万っていうサンプルのデータをこう統合していく、解析していく、メタ解析していくんですけども、もう昔取られたこのデータは、プラットフォーム、もうこれで取っちゃってて、で、今はまた別のプラットフォームで取っててみたいな、もう研究によって、やっぱりプラットフォームが必ずしも一緒なわけではないし、もう現在の GWAS 研究でもいろんなプラットフォームを、こう、統合、もう全部使っていくというような形で進められる。ということなので、この異なるプラットフォームのデータを GWAS 研究に用いるためには、モジュラタイプインテーションが必要不可欠であるということです。だから、こう、あるブロックの領域を、あるプラットフォーム1はこことのタグスニップにしてて、プラットフォーム2はここタグスニップにしてて、インテーションしないと比べられないけど、インテーションしてあげると、まあ、これで、同じように、データを使っていけるというような、まあ、そういうことで、非常に使われているということです。で、まあ、ここも、先ほどのご質問とかあるような大事なポイントで、まあ、どのぐらいインピテーションの精度って今いいんですかっていうところで、こう、上に行くともう100点はほぼ正解、もう間違いないというところ、いや、まあ、ゼロの方が悪いということなんですけども、この荒れる頻度によって、10%以上のところっていうのは、まあ、いいパネルを使うと上に張り付いています。で、0.1%から10%っていうところは結構パネルによって違いが出てくるところで、まあ、やっぱ1%ぐらい前になると、まあ、結構落ちてくる場合、パネルもある。で、まあ、通常、GWAS は1%より上とかで、切って、
アソシエイト関連を見ていくんですけども、より低頻度なところっていうのも、パネルが良くなってくると拾えるよというか、まあ、強力なメッセージになっているのが、このゾーンで、ここは0.1%から1%までの間とかも、かなり上に張り付いているということで、で、しかも0.01%から0.1%のゾーンも、もう0.8ぐらいまでのインフィテーション精度があって、もうこのぐらいのバリアントまでインフィテーションで拾えるように、ヨーロピアンアンセストリーでトップメドパネルを使えばできるようになってきたという。まあ、これは結構この世界に携わっている人間からすると衝撃の、プロットになります。で、だからこれまで GWAS っていうのは、コモンバリアントを最初にやるんだよっていうところだったんですけども、まあ、かなりローフレクエンシーバリアント拾えるよねという、まあ、ただしヨーロピアンであればというところです。で、まあ、そこに寄与しているのは、まあ、一つはサンプルサイズで、2.5K の、2500人の、ワンサーダンジョンプロジェクトのパネルというのは長らく研究で使われていたんですけども、まあ、そこから、10万人のパネルを作ることで、まあ、これだけ精度が良くなってきている。で、じゃあ、東アジア人どうなんだというのが、まあ、このところで、まあ、この、1%未満のところをちょっと赤で書いてるんですけれども、まあ、実は東アジア人は全然、ヨーロピアンほど高くなくて、やっぱりこう1%ぐらいのところではもう至ってきてて、0.1%なんてもう、まあ、でも全然ダメだよねっていう、そんな感じでシフトしているので、まあ、日本人のパネルを作って、インフレーション精度を上げるというのは、このローフレクエンシーのゾーンを捉えるためには非常に重要だというふうに思います。で、実はこのローフレクエンシーのところを捕まえて非常に今重要だというふうに考えられておりまして、で、まあ、これはちょっとインピテーションじゃないんですけども、ローフレクエンシーバリアントの重要性を示す、すごい、重要な例で、まあ、エキソンワイドアソシエーションスタディ、BMI と、そのエキソンバリアントの関連っていうのを UK バイオバンク含む64.5万人を使ってやったという。で、それが、創薬に役立っているよ。で、1万人に4人っていう、まあ、むちゃくちゃ少ない、ロークレクエンシーバリアントが GPR75 のケノソス変異体が、まあ、肥満リスクを下げるということが分かって。で、これ、あとでお伝えしますけども、ローコレクションバリアントがリスクを上げるんじゃない、リスクを下げるということが分かって、であれば、まあ、この遺伝子の機能を低下させる、あるいは機能を潰すような、薬を作ってあげると、肥満を防げるかもしれない。ということで、で、まあ、一つの考え方として、この機能喪失が疾患を防ぐ遺伝子を見つけてくることがすごく重要だ。創薬上重要だというふうに、考えられております。これはもう本当に機能を阻害したら薬になるというロジックがすごく明確だからなんだろうというふうに思います。逆に、まあ、機能を喪失する遺伝子、疾患の進行を進める遺伝子っていうのは、じゃあその遺伝子を足せばいいのかっていうのは、その遺伝子が足りてない人には足した方がいいんですけど、まあ、足りてる人には足してもしょうがないということがあって、まあ、やっぱここでちょっと創薬ってことだと、防ぐのか進めるのかってことが、まあ、すごく重要になるということです。で、まあ、先ほどのサイエンスの GPR75 というのは、まあ、ものすごく創薬、製薬会社からお金が入って、エクソームシークが進められて、で、まあ、もう本当に創薬に使うためのゲノムデータとして分析されたものなんですけども、まあ、リジェネロンとかアストラゼネカが、もう今必死になって、これの GPR75 の阻害薬。で、肥満の薬を作るという、もう製薬会社主導でガンガンやってるというような感じで。で、まあ同じように、これもリジェネロン関連なんですけども、まあこれはレアではないんですけども、この HSD17B13 っていうやつが、まあ肝臓の NASH という、まあ肝臓に脂肪が蓄積してしまうことを、阻害できるということが分かって、まあ、これも、創薬が進められていて、で、まあ、本当にこう、DSK です。まあ、リジネロンとか、アストラゼネカとか、ファイザー、まあ、メルクとか、まあ、いろんな製薬企業が、
その、すごくバイオバンクのシーケンスのお金を出しているという背景には、もうこういったローフレクエンシーバリアントの使った創薬というのをどんどん進めていこうということが、今現在行われていて、で、まあ、日本でも特メガに製薬会社のコンソーシアムが、10万人のゲノムシーケンスを行うというようなことを進めたりとかするという、まあ、そういった関係で本当にローフレクエンシーバリアントを捕まえられると非常に重要なわけで、まあ、インプテーションパネルの拡充っていうのは、まあ、こういったところに直結するというふうに思います。で、まあ、じゃあ次ですね。次の話題、HLA インプテーションの話でちょっと話がまた変わるんですけれども、まあ、HLA はこれも多くの方ご存知かもしれませんが、自己非自己の認識に関与する遺伝子で、遺伝的多様性が非常に多いところであります。で、6番染色体の単1にありまして、まあ、クラシカルクラス 1HLA ジーンと言われるのが ABC あって、で、クラシカルクラス 2HLA ジーンというのが DRDQ、DP というので、まあ、これ、ね、A と B があります。で、まあ、このクラス1の HLA というのは、まあ、こういった感じの遺伝子構造をしていて、で、タンパク質に翻訳されると、この細胞の中のドメインと細胞膜のドメイン、そこからウニョウニョが出てて、細胞外のドメインがあったりします。で、このアルファ1とアルファ2のところに遺伝的多様性がすごく集中しているというのは、やはりこう外の認識に関わるところっていうのが、まあ、遺伝的な多様性が増えるということであります。で、一方で、このクラス2の方は、この A 遺伝子と B 遺伝子というふうに分かれていて、さっきこう繋がってましたけど、こう A と B で分かれていると。で、こう、これもこう中から膜を通ってニョロニョロと外に出ていくということで、まあ、このベータ1がすごく多様性があって、アルファ1は、ベータ1ほど多様性はないんだけど、まあ、ちょっとある。そういうような感じになっております。でもこう、UCSC ゲノムブラウザーで見ていくと、まあ、こんな感じの距離関係になっておりまして、A、C、B が、ちょっとさっきのターン1と逆になってるので、ちょっと順番がリバースされてるんですけど、A、C、B があって、で、DRA、DRB1、で、DQ、A1、B1、DQ、A2、B2、で、DP、A2、B2、こんな感じで、こう、あります。で、まあ、見てわかるように、まあ、その他の遺伝子の、まあ、いっぱいあるということです。で、まあ、ここら辺は、ここまで、どこまで重要なのかわからないんですけども、まあ、HLA のこの、でも、ものすごく多形性が高いので、このアレルの命名法というのが、まあ、決まっております。で、この遺伝子名の後に米を書いて、4文字、作ります、マックスで。で、まあ、最初がその HLA の特異性を表すディジット。で、その2番、次の2番目がアミノ酸が違うと変わるという、移動基地間の、場所になります。で、この3つ目というのが、エキソン上の同基地間が、による区別。で、3番、4番目は、その、エキソン以外の、塩基配列が違うを識別するためのコードということで、まあ、この4ディジットでやると。あることです。で、まあ、本当にこう、HLA の A だけ見ても、ものすごい数の、アレルがあって、で、まあ、頻度が人種によって結構ばらついてますよというところです。で、まあ、この HLA のアレルというのは、まあ、いろんな疾患とリスクの関連があったりして、しかも、中にはものすごく10倍とか、まあ、中には1000倍といったような、お追肥を示すような、まあ、強い関連を示すハプロタイプがあります。で、まあ、HLA インピテーションも、さっきのジェノタイプインピテーションのキーアイディアを覚えておいていただけると、まあ、もう、何も変わらないと。という、まあ、ちょっと推測対象のアレルが多いということは、
あるので、まあ実際、だけれども、実際に観測されるジェノタイプの、この、間を埋めてあげることによって、まあ、ここで、ゲノム配列が分かれば、まあ、それが、まあ、このハプロタイプは、HL のどの、ハプロタイプなのかってことが分かって、アミノ酸配列も分かって、で、インタージェニックなスニップも分かるという、まあ、こういったような形で、まあ、とにかく、その、スニップアレイから配列、足りない配列を、近傍の配列を埋めてあげるということを、まあ、同様に行います。で、まあ、今、川島さんと一緒に、作っているインプレッションサーバーでは、この HLA の部分は HiBack というアルゴリズムを使っているんですけれども、HiBack というのは、アンサンブルラーニングというものをしております。で、そこでやるのが、まあ、サンプルがいて、スニップがいて、で、要はこの HLA のハプロタイプが分かってて、なおかつスニップのデータも分かっているっていう、まあ、学習データから、この人をブートスアップして、一部のサンプルはオーバーラップするんですけども、まあ、ブートスアップして、こう、人を変えていったり、この、どのスニップを学習に使うかってことを、まあ、その、一回一回は、ランダムに選んでいくということをして、まあ、それで100個ぐらいの学習機を作ってあげて、で、その学習機の、平均値を取ることで予測をするという、まあ、そういったようなことをしています。で、まあ、個々の識別機というのは、このスニップから、ハプロタイプを予測するという、まあ、そういったような、ものを作るんですけども、まあ、例えばこのスニップのパターンで、このハプロタイプを持っている頻度は、このぐらいという、まあ、そういったような形で、割合をどんどん出していくと、まあ、そうすると、まあ、このスニップがあるときに、このハプロタイプを持っている事後確率はいくつかということが、まあ、各識別機では、まあ、事後確率を識別、計算することができるようになって、まあ、それをアンサンブルラーニングすることで、プレディクションするというのがハイバックの原理になります。で、このハイバックは今、徳永先生、だったり、まあ、川島さんと、やりとりしながら、すごくいいモデルができつつあるので、まあ、そういったところを、インテーションサーバー経由で使うことができると、まあ、ユーザーにとっても非常に魅力的なサービスになるんじゃないかなと思っております。また、これで、まあ、HLA の、アレルが分かった後にどういうふうに、調べていくかというと、まあ、このアレルが疾患と関連があるのかってことを一つずつ研究するかに、まあ、アミノ酸ポジションごとに研究するとか、複数のアミノ酸ポジションの組み合わせで、こう、ハプロタイプとして研究するとか、こういったのは、その後の、事後的な解析になっていくということです。どうですか。まあ、もうちょっとお付き合いください。で、まあ、最後、これは、ポジションエクスクスコアの、計算で、まあ、僕自身はここが、すごく得意というか、ずっとやってきた分析なんですけれども、まあ、ここは。で、まあ、この PRS のモデルというのは、この XIJ っていうのが、こう、観察値で、まあ、このゲノムデータです。で、リスクを計算するための、このリスクバリアントの集合に対して、まあ、これが、まあ、5個とか10個の場合もあれば、数百万個の場合もあるんですけども、モデルによって違うんですけど、まあ、まずモデルというのは、この、リスクバリアントの集合を定義します。で、そのリスクバリアント一つずつに対して重みを定義してあげて、まあ、なんで、このリスクバリアントの集合と重みというのがモデル側のパラメータになる。で、この XIJ っていうのがこの観察値になって、この観察値とモデルを、使って、このリスクバリアントの集合の一つずつ、ゼノタイプと012と、重みを足し合わせて、リスクを計算するというふうな、まあ、こういった形で、シンプルな式で計算ができます。で、まあ、モデルを作るまでのアルゴリズムといろいろあって、結構複雑だったりするんですけども、もう、今、出来上がった主要なモデルは全部 PGS カタログにあるという状況なので、新しい、モデルを作らないのであれば、もうデータベースからモデルを落としてきて、で、インピケーション後のゲノムデータを VCF で持ってて、で、まあ、これを VCF ファイルとモデルファイルを入れて、
ポリシックリスクスを計算するというような、まあそういった流れになります。まあここはちょっと書籍で書かせていただいた、テールという、PySpark を使った、ものでもできるよってことなんですけど、まあここの代わりにも Next で書かれた PGSG カルクワークローというものがあったりして、まあここは、まあ何でもできるんですけども、まあ重要なのは、インピテーション後のデータと PGS カタログから落としたモデルがあれば、計算ができるというところです。で、まあ、PGS カタログっていうのを EVA が作られて非常によくできていて、まあ、例えばまあ、数千のもうモデルがあって、500ぐらいのトレートがあって、パブリケーションも330というところで、まあ、このトレートとかをクリックしていくと、まあ、キャンサーとかこんな感じでカテゴリーができてて、で、まあ、ただ乳がんだったら乳がんで100ぐらいのモデルができてて、まあ、クリックしていくと、まあ、いろいろ、どの人種で作られたかみたいなことも分かったり、で、こういったスコアファイルをダウンロードすることが、まあ、これは手動でダウンロードすることもできると。で、まあ、落としてくるとこんな感じになっていて、まあ、どの乳がんをあるとかも意識できるよとか、GRC37 のポジションだよとか、バリアントの数が313で、レファレンス、再現象はこれで、で、まあ、中身が染色体番号とポジションと、エフェクト RL、レファレンス RL、先ほどのウェイトと、まあ、アレル均等みたいな、こんな感じで、モデルの中身ができています。で、非常に重要なのは、ここの、GRC37 で、まあ、モデルのサブミッターが投稿しようが、38で投稿しようが、この PGS カタログの中で全部ハーモナイズしてくれて、まあ、両方のバージョンのハーモナイズされたファイルを作っておいてくれます。で、まあ、そして、まあ、指定したゲノムビルドの GWAS カタログ API というのを使って、まあ、先ほど画面上でポチポチしてモデルをダウンロードするということでしたけども、まあ、API 経由でもうモデルをダウンロードすることができます。で、インピテーション後のゲノムデータが選択された PGS モデルについて、一気に複数 PGS を計算するというようなワークフローもできたりとかして、まあ、こういったものを、インピテーションサーバーに組み込んでいくと、もうインピテーションした後に、やりたいモデルで、もうボタンを押せば、結果も PGS のカタログ、PRS の計算結果も手元に落ちてくるという、まあそういったことが実現できるんじゃないかなと思って、おります。で、まあもうカタログ ID をウェブで調べて指定する方法もあれば、もう形質が EFOID で管理されているので、EFOID 一括でもう関連するモデルをリストアップして計算するということもできたりします。あとはもうパブリケーションによって複数モデルを提案しているような、構築するような、パブリケーションもあったりするので、そのパブリケーション ID で指定していくというような、こういったこともできたりして、こういったことを、まあ、うまく GUI をつけてあげると便利なサービスになるんじゃないかなと思ったりしております。で、まあ、インピテーションサーバーの開発に関わったこの方と、その先ほどの書籍の方々に感謝して、この場を変えて感謝申し上げたいと思います。以上です。